さて、今回は持ち運べるライブ配信用 PC を作成するも、重すぎて持ち運べなかった問題を解決しようと思う。要するに軽量化やね。前回はなかなかひどい終わり方でしたからね。それで何か良い方法は見つけたのですか？ポータブル電源のランクを一つ下げることにしたよ。アンカー521ポータブルパワーステーションパワーハウス 256Wh。 同じメーカーで容量が半分になったモデルやね。本体サイズは横幅 211mm、 高さ 216mm、 奥行き 144mm、 重さ 3.7kg というコンパクトモデルになってるよ。サイズと重量の比較はこんな感じだね。見た目も小さくなって、全体で 3.9kg 軽くなっているよ。軽くなるのはありがたいんだが、サイズが変わると固定方法を調整する必要が出てくるな。あと PC 稼働時間の減少も気になるところ。このあたりは後で実験してみないといけないね。ファンの騒音問題も忘れないでくださいね。せめてもう少し静かなものにする必要があります。その他追加のアイテムも購入したから、どんどん改良していこう。エンド生まれな教団。とりあえず比較ということで、アンカーの 512Wh と 256Wh を並べてみたよ。よく見ると空気穴の大きさもだいぶ違うんだね。充電ケーブルを接続する穴の位置も変わっているよ。充電時に干渉しないか気をつけないといけないね。それでとりあえず適当に設置してみたらこんな感じ。比較するとかなり横幅が減少していますね。これくらいが適正サイズな気もしますが、実は奥行きもかなり減ってるんだけど、充電ケーブル接続の関係上前寄りにしているよ。ポータブル電源の固定をしたいところだけど、その前にうるさすぎるファンの交換をしよう。左側が新しいファンですね。直径は 120mm で同じですが、奥行きが 38mm から 25mm とかなり薄くなっていますね。交換したらこんな感じ。すっきりしたね。ファンが薄くなった分、ネジが余っちゃってるね。見た目は良くないが、まあ使えるしこれでええかな。今回、風の流れは左から右にしてみたよ。さて、次はポータブル電源の固定やね。既存のフレームを使った結果、こんな感じになったぞ。上からポータブル電源をはめ込むだけの構造ですね。上下方向の固定はしないのですか？接触部のスポンジの摩擦力があるのと、本体重量があること、そもそも、リュックサックが大きく傾くこと自体がないから、軽量化の意味も含めて省略したぞ。隙間が増えたから、配線やその他のものを入れる場所ができたね。そういえば、上にクッションを敷かないの？そやそや、スポンジ敷いておかないとね。ちなみにこれ、案外高くて500円ちょっとするよ。別になくても大丈夫なのでは。それはそうと、いい加減このファンと排気口の隙間問題を何とかしませんか？排気した空気が逆流してきてしまいますよ。ファンと排気口の位置が大幅にずれてるのが原因なんよね。これはリュックのデザイン上仕方ないんだけど、穴の下半分が悪い意味でしか機能していないから、塞いでしまったら解決できる問題だろう。内側にクッションを貼り付けて隙間を埋めたら、こんな感じで穴の上下を分離することができたぞ。上半分が強制排気で、下半分が自然排気だね。これ、下半分も塞いじゃってよかったんじゃない？吸気ファンオフ時の排気に使えないかと思ってね。一応、吸気ファンと排気ファンの出力は同じだから、排気ファンオン時に逆流してくることはない。はず、そこは断言できないのですね。圧力の計算とかはよくわからん。とりあえず、吸気側はしっかりと塞いでおいたよ。ここに隙間が空いていると、リュックサックの中で空気がぐるぐる回るだけで吸い込めないからね。より高品質なライブ配信ができるよう、追加でパナソニック HD ビデオカメラ V360MS を購入したよ。54,980円ですか。5年前は24,000円前後で買えたもののはずですが、メーカー問わずビデオカメラ値上げしてるよね。ちなみにこれは中古で23,400円で買ったぞ。それで、このビデオカメラを選んだ理由は何かな？一つ目は、光学50倍ズームを採用していること。比較対象として、普段動画作成に使用しているソニー HDR-GX680 を例に出すと、こちらは30倍。光学ズームはビデオカメラの基本性能として、できるだけいいものを選びたいよね。二つ目は、映像出力端子がミニ HMDI 端子ということ。意外な理由ですね。何かあったのですか？車載ライブ配信で手持ちカメラとして CX680 を使っていたが、頻繁に HDMI ケーブルを抜き差ししていたら接触不良になって使えなくなってしまった。おそらくミニ HMDI 端子の方が耐久力があるだろうと思ってマイクロ HMDI 端子を避けた選択をしたよ。話と関係ないんだけどさ、どうしてスイッチ部分がホットボンドで覆われているの？普通に使ってたらスイッチカバーが落下して元に戻らないから無理やり修理したんやで。さて、三つ目の理由は、ナイトモードを搭載していること。これだけ暗いところでも、撮影が可能だぞ。
これは純粋にすごいですね。シャッタースピードが遅くなりそうですが、その点は大丈夫でしょうか？撮影できる限界まで暗くするとこんな感じ。これだけ見るとカクカクしすぎだと思うかもしれないが、本来映らないはずのものを映してるのだから仕方ない。周りの明るさによってカクカクの程度が異なるよ。試しにナイトモードを切るとどうなるの？何も見えないぞ。街中では人が歩ける程度の明るさなので、ここまで暗くなることはなさそうですね。ビデオカメラを配信で使うためには HDMI キャプチャーをする必要があるよね。どんな製品を購入したのかな？ J5 Create JVA11 4K キャプチャーアダプター、車載 PC 搭載アドレス V125 でも採用したものと同じやつやね。フル HD で使えば 120fps で録画することもできるぞ。小型でかさばらないのと遅延が少ないのが良い製品。アドレス V125 で採用して結果が良かったから今回も継続して採用していくことにしたよ。遠藤まりな教団。これは工具とかを入れるものかな？かなり頑丈な作りのようですが、何に使うのですか？ああ、それはビデオカメラを入れるところだよ。こんな感じで使わないときは収納できるぞ。なるほど、蓋を閉めておけば中身がわからないから怪しまれないってことだね。いや、こんなの背負ってたらすでに怪しいですよ。はいはい、それじゃ次はポータブル電源の PC 連続稼働時間耐久テストですよ。前回と同じようにシネベンチ R23 を30分耐久モードで繰り返し動かし続けてみたよ。結果は3時間5分で AC100V の出力が停止したぞ。今回は 100% スタートではなく 99% スタートなのですね。何か理由があったのですか？撮影準備してたら 99% になっちゃって、そこから 100% に戻すのに再度充電したんだけど、10分以上経過しても変化がなかったから、もうそのまま放電テストを開始したよ。それじゃ次は充電テストの結果も見てみよう。今回は結果を2つ用意してみたぞ。1% から 99% までが4時間3分、1% から 100% まで4時間21分だったよ。1% から 90% までは30分ごとに約 13% 充電できているけど、90% から先は充電速度が落ちているね。特に 99% から 100% になるだけで18分もかかっちゃってるよ。充電の終わり際で速度が落ちるのは充電制御で一般的なことなんだけど、最後の 1% が意外だったかな。実運用では 99% でも 100% でも変わらないから、実質的には約4時間で充電完了と言って良いと思うぞ。流れ的にはそろそろテスト運用かと思いましたが、今度はヘッドフォンが出てきましたね。ちょっと想定外な事態が発生してね。 Bluetooth 接続ヘッドセットの安定性がいまいちだったから、オーディオテクニカの有線式ヘッドフォン ATH-AR3 を購入したよ。この製品の良いところはケーブルを自分で選べるところ。有線式だから最適な長さのケーブルにしたいよね。それではお待ちかねの配信を想定したテスト映像だよ。あくまでテストだから配信はしていないぞ。おお、ちゃんと映っているね。ところでこれはメガネカメラとビデオカメラのどっちの映像なの？今はメガネカメラの映像だね。こうやって後から見ると結構勢いよくカメラを動かしてしまっているな。気をつけないと見ている人が酔ってしまいますよ。ところで、一体ここはどこなのですか？尼崎のびのび公園だよ。こういうカメラテストの場合、人が映り込んだら編集が面倒だから、誰もいなさそうで広い公園に来てみたよ。ちなみに、一発撮りだから、この時点では人の有無は不明だ。なんというか、この公園、あまり手入れされていなさそうだよね。立地からして、人を集める気が感じられない場所だからね。行政から見放された公園だと思ってる。緑色の部分全体が大きな公園ではないのですか？航空写真で見てみよう。赤色が公道で黄色で囲われたところが今回撮影している公園。それ以外の場所は関係者以外立ち入り禁止になっているよ。北側には工場や物流センターがたくさん。全然家がないんよね、この地域。これは、家族連れの人たちは自動車で来る必要がありそうだね。管理にお金がかかるからなのか、残念ながら駐車場は閉鎖された模様。バツ印の入り口が封鎖されてしまった。もうこれ、公園を使わせる気がないですよね。話が逸れてしまったな。メガネカメラで歩いた時と走った時の画面の揺れを比べてみよう。手ブレ補正のようなものが一切ないから、どうしても画面が結構揺れちゃうね。それもそうですが、音が消えてしまいましたよ。USB の接続が失われたみたいだが。なぜかこれ、特に操作をしなくても復帰するんよね。もしかしたら、OBS スタジオの設定が高すぎて、PC が不安定になってるのかもしれない。この後の動画でも、コマ落ちしてる部分があるから、それもまた同じ原因じゃないかな。何度か実験して最適な設定を探す必要がありそうだ。
ここからはビデオカメラだね。当然の結果なんだけど、映像の質が高いというか、色の深みがあるよね。可能なら、ずっとビデオカメラにしたいところだが。見た目が怪しすぎるから、さすがにそれは無理だ。ビデオカメラで走った時は、こんな感じの映像になるぞ。手ブレ補正のおかげで、振動がかなり減っていますね。エンドタンがカメラを揺らさず走る練習をすれば、もっと良い映像が撮れるのではないでしょうかね。大阪湾が見えるところに出たね。遠くの方には、阪神高速湾岸線も見えるよ。尼崎のびのび公園といえば、公園本体よりも、この湾岸スペースの方がメインな気がするぞ。Google マップの口コミ欄には、ほぼ釣りにしか使えないなんてコメントがある状態やからな。左の方に船が停泊しているのが見えますね。ここに来るとよく見かける、大発丸だね。ズーム機能を試すにも良い被写体じゃないかな。かなり近くまで揺れるんだね。ただ、ちょっと画面が動きすぎかな。意外な盲点だったんだけど、ヘッドマウントディスプレイつけた状態でビデオカメラ撮影をすると頭に何もつけてない状態で撮影するよりかなり難しいぞ。これも慣れが必要か。限界ズーム実験をやってみよう。目標は高速道路の看板だよ。どの看板でしょうか？あ、だんだんと見えてきましたね。すごい。もう少しで文字が読めそうだよ。さすがに文字の判別まではできなかったが、これだけのズームができれば人材 PC を使っている意味もあると言えるんじゃないだろうか。エンド埋まりな教団。さて次は湾岸スペースを離れて公園内に戻ろう。夕方ということもあり、なんだか薄暗くなってきましたね。次は階段昇降テストをやるぞ。明るいうちに撮影しようと移動中。風の音がすごいね。海沿いだから仕方ないか。風切り音を低減するモフモフをつけてないからな。いつの間にか噴出してたから発注しないとやね。正面に高台につながる道が見えてきましたよ。マリナさん、これ道じゃないですよ。そうなのですか？正規ルートにしか見えないのですが、今進んでいるのは誰が作ったのかわからない中央突破ルートなんですよね。ちなみに、正規ルートは右側の細くて遠回りな道だよ。これはまあ、実用性を考えたら利用者はみんな近い方を使っちゃうよね。そんなことを言ってるうちに展望台に着いたよ。立派な屋根があっていいですね。この椅子に座ってライブ配信ができそうな気がしますよ。それがですね、できないんですよ。この地域、車載ライブ配信で何度か来たことがあるんだけど、上り回線が細いのが原因なのか、毎回配信が停止してしまうという。いろいろと残念な公演だね。ところで、階段昇降テストはどこでやるの？今登ってきた坂の反対側に当たる場所やね。ちょっとシーンを飛ばしてみよう。みるみるうちに暗くなっていくな。展望台の横から下に降りていく、この階段を使って映像を比べてみよう。具体的には、どのように比較するのですか？この階段を走った時の映像の違いを比べるぞ。メガネカメラがどこまで使えるか、が注目ポイントかな。昼間の明るい時間帯と比べて、条件がだいぶ悪くなってるから、その辺も考慮しないといけないね。それじゃ一本目、ビデオカメラで駆け上がるぞ。撮影は下手くそだけど、なんとか見れる程度の映像かな。電子式の三軸カメラスタビライザーでも導入してはいかがですか？5万円程度で売っていますよ。マリナさん、お金の問題じゃないんですよ。あんなの持って街中でライブ配信できないでしょ。杖を持った魔法使いじゃないんですからね。次は2本目。メガネカメラで階段を駆け上がってみたぞ。これはダメですね。実用に耐えるレベルの映像とは言えないと思います。周辺の暗さがメガネカメラのシャッタースピードを遅らせる方向に作用して、通常より余計に画面をブレさせるように作用したのかもしれない。とはいえ、実用的とは言えない画質なのは間違いないね。シーンが変わったね。なんだか左上にアイコンが出てるけど、これは何かな？ナイトモードを作動させるために、カメラの画面を触ると表示されるアイコンだよ。かなり画面が明るくなりましたね。薄暗くなった時点で、早めにナイトモードをオンにしてもいいかもしれません。ナイトモードは素晴らしい機能だが、手ブレしやすくなるというデメリットもあるから、うまく使わないとやね。あとは、実際にライブ配信をやってみて、良くないところを見つけて、改善していく感じかな。撮影機材の扱いにも慣れないといけないから、練習も含めて、回数をこなしていかないとやね。それでは、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いしますね。またねー。またねー。
それで、実際に使用する予定はあるのですか？まだない。ちゃんと使わないと、